はい、ですね、前回の動画で、三つ秋の恋を使って、曲を作っていくっていう内容だったんですけども、今日はですね、それが完成したんで、これの解説していきたいなと思うんですけど、とりあえず一曲聴いてもらって聴いてみましょう。っていう感じの、トワークっぽいトラックなんですけど、まあ、分かりやすいところはちょっと説明省かしてもらって、まあ、ちょっと工夫したところだけちょっと説明したいと思うんですけど、まずですね、808のキックベースっぽいのはどうやって作ったかっていう説明なんですけど、今ちょうど出ていて、ドンって叩いてもらった、キックの音にですね、ライブ付属のドラムバス、これ使って、ブーンっていう感じの、ロングトーンにしたんですけど、それどうやったかっていうと、これまずちょっと一回消しますね。これだけちょっとソロで聞いてもらうと、まあこういう音になるんですけど、これまずドラムバスで、まあ、ブーム 100% ぐらいにして、でこの振り返しっていうのが、まあ帯域になるんですけど、下にまあどのノートにの帯域を表してるかっていうので、キーが C なので、C1 のところの、周波数に合わせて、ブームを外すとこんな感じでちょっと短い感じになるんですけど、でキー下がるところはちょっとまた周波数を変えてやってるんですけど、で、まあ、これにサチュレーターとかでちょっと弾いてましたりとか、余分な単位を EQ で、消したりとかして、まあ、こういう感じの音になるって感じですかね。ですね、次に、ちょっと工夫したのがこの、まあ、ドロップのボーカル、まあ、サンプルなんですけど、これだけちょっと単体で聞いてもらうと、っていう、まあ、わわわわわみたいな感じでやってるんですけど、もともとはその「あああああ」って言ってもらってた、まあ、三つ秋の声になるんですけど、これをですね、サンプラーの方に、ぶち込んで、まあ、ゲート、トリガーゲート、まあ、トリガーっていうのはその押したら最後までなるよ、ゲートっていうのは離したら音止まりますよっていうあれなんですけど、これをゲートにしてもらって、でまあ、ワープモードにしてもらって、次がポイントなんですけど、ピッチエンベロープをですねオンにしてもらって、アマウントの、まあ、まあ今回はマイナス12にしてるんですけど、で、まあ、このディケイをですね調整すると、こういうちょっとなんかピッチが低
いところから上がっていくみたいな感じの、声になるんですけど、まあ一番最速にするとこういう感じでまっすぐにあっ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 て言ってるんですけど、これをちょっと遅くしてあげると、こうまあトワーク系とかトラップ系とか、あとは EDM なんかでも使われるちょっとまあピッチが不安定なボーカルのまあ素材みたいな感じでできちゃうので、まあ好きなサンプルとか短く切って、まあこういう風に使ってもらえると、まあオリジナリティあるちょっとリードなんかができるのかなっていう。でまああのエフェクトはもう単純で、まあアンプでちょっと歪ませてあげて、まあちょっと勢い出したのと、まああとはリバーブで空間系のまあエフェクトをかけたですかね。まあ、こっちはもう別に低くしてちょっとボリューム調整してるだけなんですけど、まあっていうような感じで、工夫したところはまあこの辺ですかね。あとはまあ普通に前回作ったみたいに、まあ、ロングトーンの、声とかをまあ、サンプラーに入れたりとかして、まあ、コードにしたりとかっていう感じですかね。まあ、さっきも言ったんですけど、ぶっちゃけもうちょっと取っておけばよかったなっていう感じなんで、まあ後からちょっと取るっていうのは無理だったんで、まあ、その辺ちょっと多めに取るっていうのは、心がけていった方が、まあ、ちょっといいのかなっていう感じ で、もう一バージョンあるんですけど、もう一つはちょっと EDM 系の曲を作ったんですけど、それの解説は、ちょっと今回省かせてもらって、まあ、なんかシンセっぽい音色なんかも声で作ってるんで、まあ、その辺聞きたい方は、ぜひ授業なんか受けてもらえたら嬉しいなと思います。それでは、最後に、EDM バージョン聞いてもらって、今日はこの辺で